お疲れちゃん、アルジだよ。レーザー加工機クビーを2。さあ、スペース問題をやってみるよ。よいしょ、いいだよ。なんかね、ゼルマークっていうスプレーだって。これに、これを吹いてもらえ。やってみるよ。こんな感じで。くぜ。お、もう、入ってるっぽい。さすがに疲れたよ。お、奥さん、すっごい腑に落ちないんだけど、完璧じゃない。ほら。お疲れちゃん、アルジだよ。今日もね、レーザー加工機キュビーオ2やってみるよ。何をするかというと、アルジはね、しつこいの。またステンレス問題をやってみるよ。ただいま。妻が帰ってきたよ。お疲れちゃん。今日もね、懲りずにステンレスをやりたいの。もうね、最終手段ですよ。キュビーオ2ステンレスに刻印がされないということで、もうね、これは手を出したくなかったんだけどね、いよいよ買ってみたよ。あの高いやつ、外人が買ってる。うん、なんかね、なんて読むのこれ、セルマークっていうスプレー、買ったの。スプレーだって。これを材料に拭いて乾かして加工すると印字がされるらしいよ。本当かどうかはわからないよ。最後の頼みの綱ですね。そうなんですね。それで一応言われているステンレスどれが一番入りやすいのっていうのは SUS304 っていうのがいいらしいんだけど、実際ちゃんとした材料を買わないと何でできてるかわからない。で、調べるには磁石がくっつくかどうかっていうお話になってて、100均に行ってきたの。それでまた何か買ってきたの。こんなお皿、これがこの磁石にくっつかないから、今回これで実験として材料を買ってきたの。これにこれを吹いて乾かしてトライしてみるよ。今日もずっこけちゃうのかな。それでは行ってみるよ。始まるよ。はい、そしたらスプレーしてみるよ。こんな感じかな。一応これで 2,30 分乾かせって書いてあるよ。少し待つよ。よし、やってみるよ。さっきのスプレーしたやつ、ちょっとね、軽くご飯食べたんで30分以上経ったんで乾いたと思います。これをセットするよ。セット完了。そしたら今回は、こんな感じ。テスト1から6までを作って、すべてちょっとパラメーターっていうのを変えてどれが一番出るのかやってみるよ。じゃあどんどん強くしていこうかな。キュビーオが推奨している数値はパワー100、スピードが2なので、4ぐらいから下げてみようか。スピードを4、3、2、1って下げたから、例えばじゃあスピード2のリピート2回のやつとリピート3回のやつにしようか。よし、これで、6種類のテストができるはずなので、行ってみたいと思うよ。キュビーオくん、行ってらっしゃい。ポチッとな。お、さあどうだ。頼むぜ。
こんな感じで頑張ってますよ。このマーキングスプレーが高いんですよ。なんか2、3000円するんだよ確か。これでずっこけたら大変ですよ。高いよな。しかし主もこのステンレス問題はしつこいね、うん、いい加減になんとかしたいよ、うん、でも本当にこれがダメだったら、うん、次の作戦がネタ切れだよ、うん、なんとかお願い。また後ほどかな。しばしお待ちを。奥さん。何？どうやらキュビーヨ君終わったらしいですよ。今ね、キュビーヨ君ちょっと時間がかかりそうだったのでほったらかして、うん、妻とスカッシュしてきた。疲れたよ。疲れたね、うん、でね、ゲーム形式で 3.5 ゲームやってあるじね、1勝2.5敗。ボロ負けだよ。妻の方がうまいよ。そんなことないよ。それはさておき、どうなったのよこのステンレス。どうなの。いくよ。じゃかじゃん。なんかね、そのマーキングスプレーのなんか、うん、いろいろ設定を変えてやったもんね。テスト、テスト。まあ、こんな感じでやったんで、これをあとはすすいで残ってれば成功。どうしよう、つるっと取れちゃったら。これさ、下もったいないからマスキングしよう。まあそうだね、上だけ洗おう、うん、スプレーもさ高いからさ。じゃこの下だけすすいでみるよ、うん、じゃちょっと流しに移動するよ。はい、そしたらすすいでみるよ。おい、行くぜ。じゃん。あれ？え？あら？え？お、お、あ、あ、どうだ？いいんじゃないの？本当？あれ？ちょっと？お、残ってるのもあるじゃん。残ってますよ。よいしょ。おー。なんか残ってるっぽい。入ってるっぽい。ちょっと拭いてみていい？うん、あら、ダメっすよ。ダメ？取れちゃった？うん。あー、うわー、取れちゃった。ダメだね。うん、絶望的。なんで？絶望的じゃない？うん、さっき残ってたの拭いたら取れちゃったの。拭いたら取れちゃったら意味ないね。そう、ちょっと向こう行くかな、うん、はあ、奥さん、もう落ち込んでるね。一応ね、頑張ったんだけど、そのマーキングスプレー、セルマークっていうのかな、これを使ってみたんだけれども、全滅ですよ。ほら、6種類のパラメータをやったんだけど、ダメでしょ？あったって、この辺で映ってるね。微妙に入ってるに入ってるんだけど、もうこれが限界ですよ。主もね、さすがに疲れたよ。ほんでね、どうする？このキュビーヨの金属に彫刻できない問題シリーズも3作か4作かなんかやったんだけど、もうこれが最後の必殺技かと思ったんだけど、ありとあらゆることをやったと思うよ。俺多分このキュビーヨ業界の中でも一番頑張ったと思うよ。一応ね、うっすら入ったけど、これ油性ペンでやった方が入るんじゃない？なんか一番最初油性ペンで入ったじゃん、うんうん、分かった、せっかくだ、半分油性ペンでやってみるよ。うん、あー疲れた。こちらから
今日はこれが成功してスカッシュで汗もかいてウェーイってやろうと思ったんだけど、ウェーイって気分になんないよ。ものを、あ、ついでるね。もうついでますよ。とりあえずマジックで最後油性ペン、なんか隣でジーコージーコー切削の音もしてるね。隣の部屋ではフライス版が仕事してるよ。もうそんな金曜日ある日、ね、お疲れちゃん、とりあえずじゃーん来たよ。いただきます。やっぱりスカッシュの後はビールですね。うん、油性ペンでうまくいったらどうする。よし、最後はもう油性ペン行ってみるよ。まあもう飲みながらやるよ。そんな金曜日始まるよ。いやーほんと難しい。参ったよ。なんか主のチャンネルを見てくれてる方がキュビーを手放したとかいう話で寂しくなったけど、主も限界かもしれないよ。また後ほど報告するよ。なんか隣の部屋にやってきたよ。キュービーオくんをちょっとほったらかして、フライス版の部屋は今何かをこさえてますね。何かを大量生産しています。よし、キュービーオ見てくるよ。ルレッサンス。受けっぱちで飲んでる。キュビーオステンレス問題、最後はマジックですよ。油性ペン終わったそうです。消そう。こう見るとすごい綺麗に入ってる。よし、こんな感じ。油性ペンなんか綺麗に入ってるっぽいじゃん。これを拭き取ってみるよ。ちょっとね、拭いてみます。おお、おお、おかわり。え、あ、ねえ、どうするこれ。軸でいけるってこと。なんかやばくない。もしそれが事実だとしたら嘘でしょ。ねえ、マジで大変です。奥さん、何よ、いちいち奥さん。奥さん大変。え、あ、でも消えちゃう。あ、消えないよ。残った。何なの結局、マジックの勝ち。あのね、なんかすっごい腑に落ちないんだけど、入った。あ、映るかな。うん、入ってるね。本当だ、完璧じゃない。ほら、どうだ。できた。いいんじゃん。結局マジック。じゃあ、あれ買わなくてよかったじゃん。しかもね、すげえ綺麗に入ってる、ね、これを我々がいつも言ってる魔法の液、これで消えないんだったらもう多分消えないです。消えないから。しかもね、このテスト04っていうのがいいね。テスト04、本当だ。わかるかな。超濃いね。テスト04がね一番いいね。06もいいよ。06は3回やってんの。時間的に考えるとね、そのデータを確認するよ。一番ね、綺麗に入ってるのが04なんですよ。で、テスト04はどういうパラメーターかっていうと、パワー100、スピードが 1.0 っていうことは、キュビーオが、ステンレスに推奨してるのがパワー100のスピードが 2.0 なのね。2.0 はテスト5だから、テスト5、そうだね、まあ、テスト5でもいけるけど、テスト4がいいね。いい感じなので、多分ね、テスト6はね、もうめんどくさいの。あのね、パワー100、スピード2、リピート3なの。
テスト4はリピートが1回で、パワー100、スピード1、リピート1だから多分ね、テスト04がパーフェクトです。すごい綺麗に入ってくる。本当にかな。でもさでもこれは使えるね、マジックでいけるってことね。すげえ綺麗に入ったな、はい。それではキュビーオ2ステンレス問題、主もたくさんステンレス問題の動画をアップしたんだけど、もう今回でラストかな。結論を出そう、結論出します。キュビーオ2、ステンレスに印字をしたい場合は、まずは、磁石のくっつかないステンレスを使う。材料をきれいに脱脂をしてもらって、油性ペン、今回使ったのはツインマーカー、どこの油性ペンを塗りたくって、それでパワーは100、スピードは 1.0、 リピート1、それでいくとかなりきれいに入ります。まあ、こんな仕上がりができたよってことで、主の長期戦だった、キュビーオ2ステンレス問題、これにて完結かな。疲れたよ。お疲れちゃんだよね。ちょっと偉そうに言うのもなんなんだけども、動画で結構ステンレス問題をやってきたんだけれども、この結果もなんかね、俺キュビーオにちょっとなんかメールでリンク貼って、俺こんだけやったけどどうって聞いてみたい。キュビーオ2をここまで頑張ったよっていう、彼たちキュビーオ2チームに主はエングレームしたい。結果油性ペンっていうのがもうなんかね、腑に落ちない、でもなんかこのプリントはすごい綺麗に入ったので、これはこれで活用できるんじゃないかなと思ってます。そんなキュビーオ2レーザー加工機一生懸命使っていきましたけれども、まあこの機械はこの機械の、特徴を生かしてまたなんか利用できたらなと思ってるよ。そんな主の、DIY 的なこともいろいろこれからもやっていくので、チャンネル登録も頼むよ。今日はここまでにするよ。また何かをこさえてみたいと思うよ。せーの、あつかれちゃん、ぷん。あるか、手が汚い。手洗おうね。あつかれちゃん、あるじだよ。今日はあるじだね。やってきてるよ。今日は何をするかというとね、実験的なことになるんだけども、まずこのマグネットタンブラー、こういうピンが入ってるね、磁石で多分ぐる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 ワッショイワッショイするわけです。それで金属が結合して綺麗になる。ワッショイワッショイ頑張ってますよ。むしろすげえ綺麗になっちゃったよ。妻が22歳、語学生の頃、当時の思い出が蘇るんじゃないかと。すごくない？